皆さんこんにちは。オルカ鴨川FC背番号1番ゴールキーパーの国香翔子です。小学生の私は男子とよくサッカーやキックベースをして遊ぶようなスポーツ大好きでやんちゃな子供でした。小学生の頃から体育の先生になるのが夢です。その夢が私の中で軸となっていて、苦手な勉強にしっかり向き合ったり、自分には向いていないなと思うようなことにも積極的に挑戦したりと、自分を成長させられると思った道を進んできました。辛いこと、苦しいこと、回り道だなと思うようなこともいつかきっと、みんなの貴重な経験になると思っています。今まさに、みんな苦しい状況になっていて、いろんな思いをして過ごしているところだと思います。そんな時だからこそ、自分がどういう行動をしていけるかがとても重要だと思います。みんなも自分や家族、大切な人を守るために手を洗ったりマスクをつけたりすること、そしてお家で過ごす時間がたくさん取れる今だからこそ、サッカーはもちろんだけど苦手な勉強であったり、お父さんお母さんのお手伝いを積極的に挑戦したりと、今この期間にどれだけ自分磨きができるかが、学校が再開した時、みんなとサッカーができるようになった時に自信に変わり、より楽しく元気に頑張れるんじゃないかなと思います。ピンチはチャンスです。体には十分注意して、前向きにたくましく、いろんなことにチャレンジして、自分の夢に向かってこれからも頑張っていきましょう。